はい、ネオナイブ派展5日目ですね。久保田木蓮先生の今日の一枚はこちらになります。夏心心、これは夏心心ですが15ですかね。 XV じゃないですね、15になりますね。この久保田先生はね、ひまわりの絵をすごくよく描かれていて、まあね、ご本人もねちょっとね、こういうひまわりみたいな感じのキャラクターですよね。まあ、ちょっとこんな感じの方なんですけど、斜めに見るとちょっとまた丸くなっちゃう。こんな感じですね、久保田木蓮先生ですね。ひまわりの作品がねとてもこう、まあ、すごいメディアにたくさん取り上げられていますが、ちょっとひまわりの作品すごく多くて、こんな感じでねありますけれども、今回は1点、この作品が展示されています。こうまっすぐにねこう伸びた感じですよね。ちょっとねこの幹のところとかもね黄色が入ってたりとかして、あとちょっと虫に食われてたりとかしてリアルですよね。縁取りがねすごく独特ですよね。線の上に線を重ねてね描かれてますね。こういう線の上にもう一回線をなんか乗せるというのは南画の技法ですよね。なんかこう影がこういうふうに落ちていて、真上から日光が差しているのが状況でわかりますよね。あとなんかねこう縦筋がこう入ってて、なんかこう板なんか塀のような背景になってて、またそこも面白いですよね。はい、久保田木蓮先生の今日の一枚は夏心心、15です。またね、作品などのお問い合わせは阪神梅田本店の美術画廊にお願いいたします。